カナ TV の岡野です。本日の動画は USJ で購入した商品を紹介していきたいと思います。スーパーニンテンドーワールド以外で販売しているマリオのグッズは紹介していいということなので動画を出させていただきます。入園ゲートを入って左右にあるお土産屋さんでもマリオのグッズを販売してます。なんかね、最近販売しだしたみたいで、そこのお店でしか販売してないものもあって、そちらを購入したので紹介していきます。 USJに行く時のバッグいつも迷ってたんですけど、もうこれに固定しようかなって思って購入しました。こちらです。じゃん、ドット柄のねカバンが出ててめちゃめちゃ可愛いなって思ってこちらを購入しました。そんなにマチはないんですけど、結構薄めのバッグで、でもポケットが仕切りで3つと広いところで1つ、中身こういう感じのバッグです。私が普段持ち歩く荷物のサイズとかやったら入りそうかなと思って、 USJ 行く時にはこちらのバッグを使用しようかなと思ってますとね。このファイヤーフラワーやってるのかなと、大きくなるキノコと下はシリコンでできて、で後ろもじゃん、ジャンプしてるマリオと土管から出てるパックンフラワーが出てます。かわいい。こちらを使って今後 USJ に遊びに行こうかなって思ってます。めっちゃかわいい。そう、裏地がわかるかな、こういう感じの裏地ですとね。そう、キノピオもいるしジュゲムもいるしっていう柄です。かわいい、かわいいしか言ってない。とコレクタータブがまた販売されてて、今回サウンドが鳴る2種類を購入して、もう開けちゃってるんですけど、出たのがこちらの2点です。じゃん、ハテナブロックからコインが出てるやつとキラーに当たった時のサウンドが鳴ります。なのでいます。でめっちゃコインコインって。でこっちがもう想像通りの音、もうこういう感じで当たりました。狙ってた2個がねちょうど出てよかったなと思ってあとこれにはシークレットがなくって、ゴールポストにたどり着いた時のサウンドとか、あとクリボを踏んでる時のサウンドとかも寝てるやつも入ってたりするんでね、これを集め、もう欲しいやつ2個とも出ちゃったからどうするか迷ってるけど、多分揃えたいなってなったら購入すると思います。かわいい。今回ねエリア外で買えるのはこのドット柄シリーズはエリア外で購入できます。またねエリア内で購入したものもあるんですけど、そちらは USJ 公式さんがオープンの日を決めてくれた時に出そうと思います。まあね、編集はすごい楽しくて進んでるんですけど、もうちょっとだけ公開待ってください。任天堂エリアで遊んでるタディの動画もヌイログで撮ってるので、そちらもオープンしたらあげると思うのでしばらくお待ちください。あとこちらの衛生管理ポーチ紹介したと思うんですけど、そこでまだ足りてなかったものを今回購入しました。そう、やっと欲しかったスプレーが手に入りました。私が大好きなパークフロントホテルさんが出している除菌のアルコールスプレーなんですけど、ついにホテルのロゴ入りが出ました。3本入りでこちらは1000円でした。こちらに貼り付けてるロゴのアルコールスプレーを購入しました。私のこちらの前以前紹介した衛生管理ポーチがほぼ完成してきたような気がします。結構ね中身パンパン。あとティッシュ入れました。やっぱねちゃんとこういうのを持ち歩いとこうと思って、多分これ以上増えることもないかなって思いながら衛生管理ポーチを充実させました。本日の動画はスーパーニンテンドーワールド以外で購入できるマリオの商品を紹介しました。こちらのドット柄のシリーズはもっといろいろあるので、また USJ 行く機会があったらチェックしてみてください。またこういう感じで商品紹介していくと思うので、また見たいなって思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは次回のカナ TV でお会いいたしましょう。ごきげんよう。